ってあっ敵だ。不意打ちに気をつけ。みんなチャンスだよ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえ。やってみねえとわからねえ。カインと訓練したんだぜ。俺らのコンビネーション見せてやろう。どうよ、毒に侵される気分。初めて見るやつだ。慎重に行こう。くらえ。俺は負ける。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。手加減なんかしないから。次の手はどういく。そうだな、やってみねえとわからん。たぎるぜ。弱点だ。みんなついてきて。お願い。次は俺が。こいつで最後だ。みんなの応援のおかげだぜ。槍さばきに刮目しな。それで弱点を攻めろ。たぎるぜ。効いたぜ。私から行くね。一輝くん決めちゃって。俺だって。よし、ライガの動きを思い出せ。ほら戦闘開始だ、クロム。了解だ。決まった。この調子で行こう。私の気配。やっ、俺の力解放可能だ。ありがとうよカイン。やれるのか俺に。セッション行けるぜ。光の刃よ。一番やり。そうね、大成功。すごい。いけるいける。任せて。最高だ。その調子だ、いつけ。うん、ありがとう。くらえ。俺に力を貸してくれ。任せろ。バッチリ合わせるからね。燃えろ。俺の振り付かれ。みんなついてきて。一気に行きましょう。こいつで最後だ。一歩ヒーローに近づけたかな。俺を構えろ、イツキ。てあっ。
輩らしいとこ見せねえとな。よし、たぎるぜ。ジャックル、みんなついてきて、一気に行きましょう。だって決まった。やっお、やるぞ、イツキ。ああ、いけるいける、俺に任せて。よし、まだいける。いつもドジってばかりじゃないんだから。助かった、やった。落ち着いて、集中して。イツキ、立てるか。まだまだ。まだ倒れないのか。了解、クロムみたいに。ここか、俺から行くぜ。スラトちゃん、頑張る。もう一つおまけ。やった、私たちの勝ちだね。お疲れ、みんな。この力、受け取って、翼。いいかしら。俺が力になる。行くぞ。てあ、敵の気配は消えたようだ。やっ、俺が力になる。行くぞ。てあ、自信はないけど。絶対つなげてやるよ。お前ならここか。一番やり、つないでくれ。任せて、決まった。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。オッケー。はぁ、弱点発見。私から行くね、イツキ君。おお、この一撃で。うわっ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。ぜい、カイ、俺に力を貸してもらう。振り付け、この調子でガンガン行こうぜ。俺を構えろ、イツキ。せい。やっ。俺の力、解放可能だ。ありがとうよ、カイン。その技で行きましょう。たぎるぜ。ジャックル、みんなついてきて、一気に行きましょう。おお、これとどめ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、それよ。クロムみたいに。だな、俺から行くぜ。翼ちゃん、頑張。絶対決めるね。これで、ね、怖いけど頑張るしかないよね。任せて。うっ、
クラム、まだいけるか。無論だ。仕事に遅れねえようにな。その技で行きましょう。燃えろ俺の弱点だ。みんなついてきて、一気に行きましょう。ああ、こいつで最後だ。俺たちの敵じゃねえな。俺を構えろ、イツキ。やっ。敵の気配は消えたようだ。せい。いきなりか。戦いは回避できたか。ひとまずは安全か。敵だ、一気に決めろ。やカイ、俺に力を貸してくれ。任せろ。セッション、いける。はー、振りつける。セッション、行きます。繋ぐ。この一撃で。みんな無理しちゃダメだよ。かわせないよ。決まった。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。セッション、行けるぜ。ソイ、ここか。俺に続け。信じてるぜ。任せて。決まった。やった。クロム、俺がお前を守る。決まった。次の手はどういく。そう、ほら聞いたぜ。みんなの応援のおかげだぜ。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。やっ。気をつけろ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。やっ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。敵だ、一気に決めろ。はっ。戦いは回避できたか。これはミラージュの剣。ひとまずは安全か。リツキ、近いぞ。やっ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。やっ。
戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。よし。よし。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。リツキ、近いぞ。はひとまず敵だ。一気に決めろ。ひとまずは安全か。せい。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。囲まれた。せい。落ち着いていこう。撤退しよう。気をつけろ。戦いは回避できたか。これはミラージュだ。せい。敵の気配は消えたようだ。せい。俺を構えろ、イツキ。てらっ。やっ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。戦いは回避できたか。俺が力になる。戦いは回避できた。リツキ、近いぞ。せい。敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。それよ。パリの刃よ。敵を逃すな。衝撃一発繋いでくれ。私だってこれで。俺たちなら勝てる。それよ。全て焼き尽くす。私から行くね。どんどん行こう。おお、これでとどめ。シーダ、私に力を貸して。任せて。よし。
逃がさないんだから。いいわね、ついてきて。任せた。次いただき。すげえ俺たち。この調子で頑張ろう。俺が力になる。行くぞ。セイ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。セイ。やれるのか、俺に。セッション、行けるぜ。遅い。俺の力、解放稼働だ。ありがとうよ、カイン。オッケー。いいぜ、いいぜ。猛牛爆心。始めよう。この日を逃すぞ。いいわね。終わったらパフェ食べるんだから。食べ過ぎは禁物よ。この攻撃だ。任せて。クロム、俺に力を貸してくれ。その技で行きましょう。お前なら俺から行くぜ。繋いでくれ。絶対決めるね。いいわね。やれやれ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。自信はないけど。この攻撃、了解。クロムみたいに。よし、俺に続け。次頼むぜ。私だって決まった。いいぜ、いいぜ。その技で行きましょう。弱点発見。みんなついてきて。この隙に。俺だってこれでとどめ。いつもドジってばかりじゃないんだから。貫くよ。その調子だ、いつき。これだな。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。いきなりか。こいつ初めて見るぞ。撤退撤退。敵だ。不意打ちに気をつけろ。
ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。ひとまず敵だ。一気に決めろ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。敵の敵だ。不意打ちに気をつけろ。よし。敵の気配は消えたようだ。ミラージュの気配。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。何？戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。イツキ、近いぞ。せい。ひとまずは安全か。気をつけろ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。せい。ひとまずは安全。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。まずいな。カイ、俺に力を貸してくれ。任せろ。それよ、
もらった。弱点発見。まずは俺ください。私だって大成功。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。この攻撃だ。ちぎれろ。よし、衝撃一、信じてるぜ。絶対決めるね。これで大丈夫。翼ならやれるわ。ありがとう。かわせないよ。始めよう。よろしく。ナイスコンビネーション。すげえ俺たち。一歩一歩着実に。俺が力になる。行くぞ。やっ。敵の気配は消えたようだ。パフォーマが集まる新しいカルネージが作れ、新しいレディパフォーマが、これでいいか。それじゃあユニティ決めてみせるよ。今作ったカルネージ、他にご用。これでいいかな。それじゃあユニ、やった！おう！これでいいかな？それじゃあ、ユニティ。やったわ！大成功！これでいいか。それじゃあユニティス、やったぜ。さすがだ。次は何をする。パフォーマーが集まったら、
は。あの人たち、殺…助けよう。パフォーマー。彼女たちを助けるには、まず奴を倒す必要がありそうだ。ああ、行こう、クロム。こいつ、初めて見るぜ。やってみねえとわからん。くらえ。聞いたぜ。ついてきて。頼んだ。もう一つおまけ。決まった。うわ。なんか初めて見るのがいるよ。セッション行けるぜ。俺から行く。今だ。任せろ。やり。初めて見るやつだ。慎重に行こう。その技で行きましょう。クロム。解き放つ。おお。俺から行くぜ。次頼むぜ。もう一つおまけ。決まった。うわ。よし、もう一頑張りだね。任せて。ビビってなんてねえぞ。バッチリ合わせる。どうよ、俺の槍は弱点発見。ついてきて。よろしく。私だって。いいわね。うわ、これからも俺は突っ走るぜ。この力、受け取って、翼。いいかしら。みんな目を覚ましたみたい。よかった。捕まってた人たちも返したし、早く舞子さんとカメラマンを探そう。おい、これって。行こう、舞子さんが心配だ。
俺を構えろ、イツキ。やひとまずは安全か。敵だ、一気に決めろ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。やっ戦いは回避できたか。消えたようだ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。せい、引き締めていこう。準備 OK だよ。ちぎれろ。ここか。俺から行くぜ。繋いでくれ。任せて。これで落ち着けばきっと大丈夫。やった、この攻撃だ。かわせないよ。これ、ついてって、トーマ。おりゃ、殲滅完了。みんな、怪我大丈夫？敵だ、一気に決めろ。せい、ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。敵の気配、俺を構えろ、イツキ。こいつ初めて見るぜ。その技で行きましょう。もらった、聞いたぜ。ついてきて、よろしく。絶対決めるね。決まった。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。遅い。なんか初めて見るのがいるよ。やった。落ち着いて、集中して。助かった。おっと、敵の動きをよく見るんだ。分かった。これだ。しゃあ、どんどん行くぜ。やってみねえとは。うがて、逆転発見。ついてきて。次はこいつか。絶対決めるね。決まった。すごい。はあ。仕事に遅れねえようにな。悔しい。決める。私が。やっぱり決めてみせる。よかった、この調子で頑張ろう。この力、受け取って、翼。いいかしら。
戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。気をつけろ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。せい。ひとまずは安全か。はっ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。強いぞ。これだ。伏せ。この槍さばきに刮目しな。やった、もらった。聞いたぜ。始めよう、翼。絶対決めるね。決まった。うわっ。怖いけど、頑張るしかないよね。助かった。落ち着いて、集中して。助かった。クラム、まだいけるか。無論だ。どんどん行くからね。オッケー。シードに教わった。うんうん、俺から行く。次、ナイスコンビネーション。ショーン、いいとこ見せないと。弱点発見。みんなの応援のおかげだぜ。せい。敵だ。やっ、決めろ。ひとまずは安全か。敵だ、一気に決めろ。せい。戦いは回避。敵だ、一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。せい。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。やっ。てはっ。
ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。戦いは回避できたか。気をつけろ。戦いは回避できたか。いつき近いぞ。ひとまずは安全か。いつき近いぞ。ひとまずは安全か。何？楽勝だな。難しいかも。ちぎれろ。頑張るしかないよね。助かった。これなら。よし。てめえら、相手が悪かったな。やってみねえとわからねえ。ついてきて。絶対決めるね。決まった。イカズチよ。俺らのコンビネーション見せてやろう。いいぜ。猛牛爆心。俺から行く。行ってくれ。私だってこれで終わり。悪の栄えた試しなし。この力受け取って翼。いいかしら。俺が力になる。行くぞ。はっ。ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。いな。やっ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。ここは逃げよう。敵だ。一気に決めろ。はっ。
とまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。せい。ひとまずは安全か。いきなりか。はっ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。いつき、近いぞ。せい。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。このまま引こう。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。まずいな。ヒーロー参上ってな。逃げるぜ。俺を構えろ、イツキ。てな。ひとまずは安全か。
敵だ。一気に決めろ。やっ。戦いは回避できたか。やっ。俺が力になる。行くぞ。やっ。戦いは回避できたか。気をつけろ。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。てな。はっ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。てな。敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。落ち着いていこう。この攻撃だ。キル。この日を逃さない。俺から行くぜ。行けるか。もう一つおまけ。決まった。うわ。シーダ、力を貸して。もちろん。行くわよ、翼。セッション、行けるぜ。飛んでっちゃえ。いいわね。始めよう。次、次、いただき。いいぜ、いいぜ。戦いにも慣れてきたな。バッチリ合わせるからね。聞いたぜ。ついてきて、今だ。私だってやった。私たちの勝ちだね。俺の活躍最高だったろ。敵が現れたぞ。はっ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。戦いは回避できたか。
パフォーマーが新しいか…と…これでいいかな。それじゃあ、ユニ…クロム、俺に力を貸してくれ。今作った…これでいいかな。それじゃあ、カルネージホーム。今作った。これでいいかな。それじゃあ、ユニ…カルネージフォーム。今作っ…次はどうし…パフォーマーが集まったら、
待て、何をしてるんだ。撮影だよ、撮影。やはり俺が取るに値するのはお前だけだ、マイコ。撮影は終わりだ、マイコさんを返してもらう。あ、お前はオリベル翼。そうか、お前らはマイコの事務所の人間、俺のミューズを奪いに来たのか。クロム、クロム、どうした。シーダ、シーダ。ダメ、シーダが答えてくれない。一旦引こう、カルネージなしではさすがに戦えない。この程度のハプニングで撮影を投げ出しだと。最近のモデルどもはゆとりか、ゆとり世代なのか。特にオリベ翼。はい。俺らがマイコの事務所の人間だって聞いてお前に期待してたんだよ。マイコが作った事務所のタレントなら今時のアイドルとも違いモデル魂を持ってるんじゃないかってな。だが蓋を開けてみりゃお前もそこらの偽物どもと同じだった。写真という芸術への敬意も欲求も何も持ってないアイドルをよこすんじゃねえ。マイクの目は節穴だ。確かに私はド素人でダメ出しばっかりだからバカにされても仕方ないです。でもそれは私のせいで、マイコさんのせいじゃない。ああ、マイコさん見る目なくないです。私が証明してみせます。ともかく私だってやるときはやるんです。ド素人のくせに、そこまで言うならモデルとして俺をうならせてみせろ。クソつまらねえもん取っちまった。やっぱり俺のミューズはお前だけだぜ、マイコ。イツキ君、ここは出直してこいってことか。そうだ、クロムは。俺は大丈夫だ。あの男のカメラとやらはミラージュの力を一時的に封じることもできるようだ。厄介ね。ねえ見て、イツキ君。今度は一体なんだ。すごい人だよ。みんなあっちの方に何かやってるのかな。剣八代さんのライブ。そっか、今日だったんだね。ごたごたのせいですっかり。でもなんか変だな。街はこんな状況なのにどうしてここだけにぎわってるんだ。見ればわかるわ。え、でもこんな時にライブなんて。こんな時だからこそよ。忘れた？今のあなたたちはミラージュマスターなのよ。一流のパフォーマンスに触れれば得るものは必ずあるわ。なるほど。チケットは持ってるわね。さあ行きましょう。
剣や城のパフォーマンスは本物。彼は数少ない本物。周りを見なさい。やしろ様！ああ、彼の歌で進んでいた心が癒された。世界はこんなにもか…すごい。渋谷はこんな状況なの？真に優れたパフォーマンスはどんな状況でも客を見せる。それは堀之沢が言っていたことと同じ。その意味がわかる？え？ライブとモデル、表現は違えど求めるものは同じ。それは見るものを魅了するパフォーマンス。見るものを魅了するパフォーマンス。見た人を見る。翼に欠けているのは見せ方、そのビジョンよ。ビジョン。翼がどんな写真を撮ってもらいたいかってこと。撮ってほしい写真。君は…そうか、葵くんはフォルトナのタレントだったのか。あ、まだ見習いって感じですけど、どうして畑中さんはうちの事務所に。君んとこの社長さんに呼ばれてたんだよ。そっちの子、織部翼さんの売り出し方の相談をしたいってね。わ、私ですか？そうそう。で、島崎社長はいつ戻ってくるのかな。しばらく帰ってこられない。そうなのかい。せっかく時間を、何かの打ち合わせが長引いてるとか。堀之沢信が。ああ、堀之沢さんとの打ち合わせか。へえ、てっきり彼女が引退したのと同時に切れたものだとばかり思ってたよ。
あんなことがあったらね。あんなこと？あの二人は昔ね、モデル業界の名コンビだったんだよ。そうなんですか。そっか、今の若い子は知らないのか。これがジェネレーションギャップ。ということはもしかしてマイコンプレックスも知らないのかい？マイコンプレックス？島崎社長の写真集だよ。モデルからマルチタレントに転向した直後に出されたものなんだけどね。アンニュイかつコケティッシュな美少を称えたマイコポーズは当時のファッション業界にも絶大な影響を与えたんだよ。で、その写真集を撮ったのが、細かい話は省くけど、あの二人は名コンビすぎたんだ。だから当時、そのせいで二人は一時期業界での立場が危うくなったんだ。舞子さんにそんな過去が？と、島崎社長がいないんじゃ仕方ない。次の打ち合わせもあるし、僕はおいとまさせてもらうよ。じゃ、またね。森の沢と舞子にそんなつながりが。私も知らなかった。舞子の現役時代の写真を探してみましょう。写真ですか？現在堀の沢ノブが魅力的な被写体として認識しているのは、舞子の写真を見ればその理由がわかるかもしれない。舞子さんに会って翼にないもの、それを見つけるヒントがきっとある。ええ、手分けして畑中がいて。マイコンプレックス、これ。すごい。見て。これがプロの作品。撮る側も撮られる側も徹底的に見せることを追求し妥協。何かつかめそう？舞子さんの写真を見ていて気づいたの。どの写真の舞子さん。トーマ君、マイコンプレックス、私ももっと見ていい？え、ああ、おう。どうしたの？男なら仕方ないんすよ。特にこのページとか、こうプライベートを覗き見してるっていうか、恋人に見せるような仕草とか表情にグッときちまうんです。おかしいな、写ってるのはあの舞子さんだって分かってるはずなのに。で、今の俺興奮しすぎ？そうね。笑ってごまかされた。ともかく、それって舞子さんの子を取ってほしいと。だから舞子さんは堀の沢さんに全て委ねて、こんなにドキドキする写真集ができたんだよ。それに比べて私は恥ずかしい、早く終わってって思いながら。それじゃあ怒られて当然。私を撮ってくれるスタッフにも、見てくれる読者にも失礼だよ。マイコンプレックスを見てそれが分かったから、私もう撮られることから逃げない。カメラと、そして私を見。そっか、うん。それで樹君にお願い。私の考えた子を撮られたい。分かったよ。俺の求められるのは小手先の技術じゃないと思う。思いと魂の発露だ。うん、樹君。もっともっといけるかな。表情に憂いと恥じらいも欲しい。こう？ああ、いいと思うけど、翼ならもっともっと上を目指せる。今度はポーズに喜びと。私ポケティッシュに
それでいて、そ…これでい…やったな、つば上出来よ。そのポーズをさらに磨ける。パフォーマーが集まる新しいレディアントスパフォーマーが揃っ これでいいかな。それじゃあユニティス、もっと羽ばたけ。私これできっとホリノザーさんを納得させ…ええ、翼は頑張っていたもの。うん、私…頑張って、翼。呪いの準備なら万全よ。他に用はある。ひほほ。ひほ。他に。まったく。いらっしゃい。買うんですか。毎度。買うんですか。毎度。買うんですか。毎度。毎度買うんで
ですか。毎度。買うんですか。毎度。買うんですか。毎度。買うんですか。毎度。どうも。他に用はあります。どうします？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 他に用は。さよなら。日曜朝8時30分より工場放送中。リアリアマジマジョリアラハに来るとはな。だが俺は妥協を知らない男、価値なしと判断したら消えてもらうぞ。はい、分かってます。織部翼、行きます。いつき君と一緒に考えたポーズだもん。大丈夫、これが今の私の最高のパフォーマンスです。素晴らしい。大好きなあの人との初デートのためにちょっと頑張っちゃった。そんな元気いっぱい、遊び心いっぱいのカジュアルファッションと照れが見え隠れする微笑みとが混じり抜群のハーモニーを生む。あざとい、だがしかし嫌味じゃない。そのさじ加減こそが10代のリアル。これぞまさに等身大の織部翼だ。そうです、放っとってほしいとか私にはまだわからない。だからこのままの私で勝負するんです。これだ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 、こういうのでいいんだよ。俺が取りたかったのはベストショット。いただきました。なんだ小娘、そのこびた格好はよ、恥ずかしくねえのか。恥ずかしくありません。私を見てくれるみんなに最高の自分を見せたいから。彼女の言う通りだ。アートのあの字も知らん素人が口を出すな。
おい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 、なんだよ堀の沢、てめえはそんな青くせえ小娘がいいのか、そんなんで満足できんのかよ。確かに彼女の技術はまだまだ未熟だ。だが彼女のポーズには心がある、意気込みがある。はじめはそれで十分だ。おいおい、興ざめだぜ。てめえはその程度だったのかよ。ぬるい男だな。おい、貴様こそ写真というアートを理解できんようだな。そんな野郎が俺の中にいるなんざ許さん。俺から離れろ。いつき、今ならあのミラージュをカメラマンから引き剥がすことができるのではないか。ああ、やってみる。手応えありそうだ。やってみねえとわからねえな。シュラ抜け、逆転発見。ついてきて、頼んだよ。それ行けんだよ。ほら出てこい。お前らは俺の盾だ。この戦い絶対負けられないよ。やった、これなら。いいね、すごい威圧感だ。だけど可動だ。ありがとうよカイン。こいつで決めるよ。ついてきやがれ。よし、もうひと頑張りだね。任せて。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。
チかバチかで。俺に任せて。変だよ。うわ、次の手はどういく。そうだな、こいつ消えろよ。ついてきやがれ。ついてきやがれ。ひどい、みんな。命乞いしろ。クズが。早く倒さなきゃ。次はどうすんだっけ。やってみねえとわからねえな。カインと訓練したんだぜ。やってんだ。まずは俺に言ってくれ。もう一つおまけ、大成功。やれやれ。クズが。うわ、命乞いしろ。シーダ、私に力を貸して。任せて。よっしゃ、これだ。勝てるか。まだまだ倒れないのか。バッチリ合わせるからね。いった、これだな。衝撃一発。バトちゃん頑張っ。決まった。俺の力解放稼働だ。ありがとうよカイン。よし、それで弱点を攻めろ。準備 OK だよ。任せたぜカイン。全て蹴散らす。うわ、私から行くね。お願い。この一撃で。やった。これだ。勝てるか。まだまだ。その調子だ、リツキ。うん、ありがとう。セッション行けるぜ。グラブ。トキファラス。おお。いけんだよ。衝撃いたび。いけんだよ。正義は勝つ。オッケー。聞いたぜ。まずは俺。やった。うぜんだよ。クズが。おっと、どうする。よし、クロムみたいに。やった。俺から行くぜ。よっしゃ、見てろ、これがヒーローだ。
いいぞ、トーマ。それで弱点を攻めろ。弱点発見。俺から行く。やった。あれ、シーダーどうしちゃったの。失敗しないといいな。これだ。行けんだよ。自信を持て、お前なら勝てる。この攻撃だ。見切った。これだな。俺に続け。やり、ほら出てこい。お前らは俺の盾だ。仕事に遅れねえようにな。いつでもいいぞ。くらえ。弱点発見。俺から行く。よし。結構手ごわいかも。これだ。クズが。命を知るわ。生きた。さて。俺に任せて。頼むぜカイ。俺を信じろ。それよ、バッチリ合わせるからね。貫け。聞いたぜ。俺から行く。よろしく。もう一つおまけ。決まった。次はどう攻める。そうだな、あとはお願い。盛り上げてあげるわ。あとはこいつをぶちのめすだけね。どうかしら。これでどう。ついてきやがれ。見つかった。ここまでみたいに。うぜえんだよ。一緒に行こう、クロム。おう。俺に任せて。次はどうすんだっけ。助かった。こいつで決める。助かった。あった。命を知るわ。ごめんなさい。クズが。やられる準備はできたかよ。オッケー。カインと訓練したんだぜ。一緒に行こう、クロム。おう。俺に任せて。ついてきやがれ。ここまでだ。うぜえんだよ。そんな、ここまでみたいな。うぜえんだよ。俺、ごめん、みんな。
本当に来るとはな。力を見せるぞ。行くぞ。カルネジフォーム。すごい威圧感だ。だけど。難しい格好。ほら、出てこい。お前らは俺の盾だ。この戦い絶対負けられないよ。よっしゃ、これなら。よし、さあクライマックスだぜ。こいつ決める。命乞いしろ。無理はするなよ。ああ、やってみねえとは、やってみねえとわからねえな。やってみねえとわか、やってみねえとは、くらえ。よっしゃ、これなら。いいね。敵の動きをよく見るんだ。分かった。難しいかも。槍の刃よ。ここが一番槍。いけるか。私だって決まった。見切った。ついてきやがれ。出会った。うぜえんだよ。クズが。やれやれ、クロム。俺がお前を守る。一か八かで、一か八かで。この間合いなら。翼、無理してない？まだまだ大丈夫だよ。やった。助かった。俺の力解放可能だ。やってみねえとは。カインと訓練したんだぜ。ジャックンだ。まずは俺が。どじるなよ。もう一つおまけ。これで。命乞いしろ。うぜえんだよ。間一髪。次はどうすんだっけ。やってみねえとは。くらえ。やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くないわ。
配信これな。一か八かで切る。あそこか。衝撃一発。もう一つおまけ。決まった。やった。クズが。おっと。うぜんだよ。私の番だよね。助かった。これならよし。仕事に遅れねえようにな。やってみねえとは。どうや俺の槍は。まだまだ一か八かで。この間合いならよし。俺から行くぜ。いけるか。任せて。大成功。まだ倒れるわけには。俺に任せて。シーダ、私に力を貸して。任せて。この日を逃すな。お願いシーダ。任せて。行けんだよ。俺から行く。よし。マジかよ。やっこいつで決める。クズが。うわ。うぜんだよ。まだ倒れないのか。この間合いなら今度こそ。助かった。これなら。いいね。頼むぜカイン。俺を信じろ。準備 OK だよ。カインと訓練したんだぜ。行くんだよ。まずは俺が。行くんだよ。任せて。決まった。クズが。うぜんだよ。翼の力見せてあげましょう。うん、シーダ、ついてきて。助かった。落ち着いて、集中して。オッケー、一緒に行こう、クロム。おう。よっしゃ。俺に任せて。しゃあ、どんどん行くぜ。よし、任せたぜ、カイン。すべて消しな。みんなついてきて。一気に行きましょう。今俺がやった。行くんだよ。ほら出てこい。お前らは俺の盾だ。まだ行けるかカイン。任せろ。閉じるなよ。もう一つおまけ。決まった。その調子だ、いつけ。うん、ありがとう。光の刃よ。次はどう攻める。そうだな。
やった、これなら。よし、うぜえんだよ。命を知るわ。大丈夫か、いつき。まだまだ。見切った。次の手はどういく。そうだな、バッチリ合わせるからね。準備 OK だよ。やった、貫け。やり、ついてきて。よろしく。私だって決まった。私に倒せるかな。失敗しないといいな。吹き飛べ。俺から行く。この日を逃すぞ。おりゃやり、ついてきやがれ。やった。大丈夫か、いつき。まだまだ。セッション行けるぜ。バッチリ合わせるからね。遅い、これだな、一番やり。もう一つおまけ、決まった。命を知るわ。クズが。仕事に遅れねえようにな。受かて、やり。翼、無理してない。まだまだ大丈夫だよ。失敗しないといいな。全部なぎ倒すよ。うんうん、俺から行く。任せた、任せろ。いいぜいいぜ。クズが。命を知るわ。カイ一発。まだいけるか、カイ。任せろ。はあ。次はどう攻める。そうだな、助かった、これなら。よし、どうする。了解、見切った。一番やり、信じてるぜ。もう一つおまけ、いけんだよ。いいね。よし、これなら。ついてきて、決まった。その調子だ、いつき。うん、ありがとう。俺に任せて。いけんだよ。マジかよ。任せろ。
俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん、この力受け取って翼。やったわ。いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れトーマ。いいか。マイコさん。ありがとう。どうやらみんなに。いえ、マイコさん。助けてもらったのはマイコさんの写真集がなかったら。マイコさんの写真を見たから。写真集？もしかしてマイコンプレックス？はい、あの写真集も。翼ちゃんの役に立ってよかったわ。マイコ。ノブ。オリベ君。はい。さっきまでの俺は正気じゃなかった。でも君が見せてくれたパン、ありがとう。俺はどこかで、今のアイドルはだ、今もモデル魂を持ってる子はいる。俺は今、さす。はい。よろしくお願いします。いいぞ、オリバ君。どうだったかな、いつき君。撮影の良し悪しは分からないけど。よかった。本当にいつも。地方から帰ってきたばかりでいきなり仕事なんて。人気者が。何よあなた、私の顔に何かつ。あ、いや。まあいいわ。じゃあね。目立つ子だったな。撮影、無事に済んでよかった。頑張っ。そういうところは変わらないのにね。あなたの成長、楽しみにしてる。キリアさんって、実は面倒見いいですよね。そんなことはない。でも、今回の渋谷の一件、敵も次第に強くなってるし。うん、キリアの心配もわかるわ。このまま、やっぱり諸悪の根源、敵ミラージュをまとめている大将を叩かないとダメね。問題はそいつをどうやって見つけるか。そもそも敵ミラージュのリーダーって。のんのん、ミラージュは人じゃないわよ。ああ、すみません。敵のボスミラージュが取り付くんだったらどんな人だろうって意味です。そんなの、敵のボスなんだから芸能界のドン。そうよ、
今までの事件も上位レベルのミラージュは人間に憑依して漠然とチキみたいな存在をイメージしてたけど、この世界で活動するなら体が敵のリーダーはノブに接触できる立場にいる芸能界の誰かに憑依している可能性大って。ってダメだ、これじゃ範囲が広すぎるわ。全員を調べる必要はないと思いますよ。どういうこと？時期は絞れています。堀野沢さんはミラージュに疲れた前後で性格が変わってるはず。その時期を調べ、確かに候補を一気に絞り込める。ナイスよ樹くん。よし、私の人脈総動員して調べるわよ。と、そういえばそろそろあの子。あの子？待たせたわね。帰ってきたわよ、ハリウッド的に。なんかこっちが大変みたいだから予定を巻きに巻いて地方から戻ってきたの。お疲れエリー。この子は弓鶴エレオノーラ。彼女もミラージュマスターでうちの事務所に所属する若手女優。君は殺…そう、私は今売り出し中の女優。あなた撮影の時もいたけど。新米ミラージュマスターだよ、青井樹。ま、何を。いや、まだ自分に何の才能があるのかわからない。なんだ、じゃあ本当に右も左も。はだったら困ったことがあったら私を頼り、先輩が後輩をきっちり育てるのもハリウッドでは常識だから。それはハリウ…ところでエレオノーラは。エリーでいいわ、みんなそう呼んでるし。ハリウッド的？そうなの。エリーはハーフ？ええ、そうよ、ママがヨーロッパ系なの。なるほど。何？今時ハーフなんて珍しくない？いや、エリーって綺麗だから映画とかドラマに出たら映えそうだなって思ったんだ。そうやって私を怪獣しようってわけね。それくらいは。いやいや、そんな意図はないよ。それよりエリーはどんな作品に出演してるんだ？はぁ、いつき本気で言ってんの？今期の話題を片っ端からかっさらってくよ。悪い、知らなかった。そんな…そうよ、それで私もこのドラマ…なるほど。何よその反応。近いうちにテレビで私の顔を見ない日は。そうなるといいけどね。何よその上から発言、気に入らない。上ってか、お前のドラマ視聴率いまいちの上。これからハリウッド的にいろいろ爆上げなのよ。バカトーマにはわからないです。で、そっちのあなたも新人？はい、オリベ。翼ね。翼も。うん？きっとあたし。はい。さあ、どんな仕事が来たの？新しい仕事のオファーよ。なんていうか、そのどんな。いいのよ、私地方の仕事から帰ってきた。やれやれ、うるさいのが帰ってきやがったな。